富士フィルムでございます。ジェットプレス70のご紹介をさせていただきます。こちらが、近日発売予定になっております富士フィルムジェットプレス720でございます。こちらの機械は POD でもなく、しかもオフセット印刷機でもない第3の印刷機としてリリースしたいというふうに考えております。最大の特徴はインクジェットの機構を使いまして、1つの銅で4つの CMYK を一気に印字をするという高テクノロジーを持っております。機械の特徴ですけども、向かってこちら側から紙のフィーダーになっております。でそれから印字を行って乾燥定着をして、最後にデリバリーして排出するという形になっております。インクジェットでは初めて菊版サイズの出力が可能になっております。出力サイズは菊版で時間2700枚の出力スピードを持っております。特徴といたしましては高品質で、しかも色の色域が非常に広いということと、色の安定性が抜群であるということに加えて、インクジェットでありながら時間2700枚の高安定の出力ができるというのが最大の特徴になっております。まず機構ですけれども、搬送形態につきましてはテクノロジーとして対応しておりますオフセット印刷機の機構を全部搬送系は採用しております。インクジェットの方式ですけども、向かって紙が入りまして、こちらのインクジェットの印刷機のもう一つの特徴が、本紙に直接印字ができるというところです。今までのインクジェットのそれぞれの機械ですと、インクジェットの専用紙というものがありまして、その専用紙に印字をするという形で紙の種類を非常に選んでしまったということなんですが、こちらのジェットプレス720は本紙にそのまま印字ができるということが特徴になっておりまして、それを実現するためにプレコンディショナーという措置を行ってから印字をしております。それは紙の表面にプレコンディショナーという溶剤、いわゆる薄く示し水のようなものを塗ってですね、そちらの塗った上に、インクジェットの打滴をしていくと、それによってそのプレコンディショナーと微小のインクジェットの打滴が一気に凝集をして固まって、小さい点でドットの表現ができるというところです。一つの点が約20ミクロンの点で表現をされておりまして、それが実際2700枚、一つの銅オフセット印刷機ですと CMYK4 銅ありまして、それぞれ4つの銅で1色ずつ印字をするんですが、ジェットプレスの前は一つの銅で4色印字が可能になっておりますので、色ずれですとか剣道ずれっていうのが理論的には起きないという形で、非常に高精度な印刷ができるというのが最大の特徴になっています。で今こちらの中に入っています4本のバーの1本がこちらの方に展示をされております。でこちらが1本のバーになっておりまして、これが1つの銅の上に CMYK と並んで1銅で一気にインクジェットで印刷をするという方式になっております。でこのバー1本ですけども、モジュールが全部で17個ついておりまして、1つのモジュールで2048個のノズルが開いております。その2048が17個並んでまして、合計で約1バー1色で3万5000個ほどのノズルが開いております。それを4色並べて一気に印字をするという方式を取っております。ですから今までのインクジェットに印刷しまして、非常に高色域で高精細なものがインクジェットで印刷をされるという方式とご理解をいただきたいと思います。でこちらが出力のサンプルになりますけども、普通の印刷の AM のスクリーンではなくて、どちらかというと FM スクリーンと同じような形の中で、採用しておりますので、非常にガマットの色域が広くて、ジャパンカラーの2009以上の色域を持っておりますので、4色でカレードインクのような高色域の印刷が可能になっております。今までのオフセット印刷機の CMYK ではなくて、 RGB で撮った画像をそのまま RGB で出力ができますから、非常に高色域で、いわゆる濃淡のはっきりしたサイドが目の明るい位がですね、非常にグリーンですとかレッドですとかブルーの表現が豊かな形になっている印刷機というふうに考えております。以上、ジェットプレス720をご紹介させていただきました。どうぞこの商品よろしくお願いいたします。